ありがとうございました。出発します。あ、真っ白だそりゃそうだ、相変わらずお世話になりました。出発の時が来ちゃいました。出発の時が来ちゃいました。バス停目の前でよかった。本当だね、目の前バス停あーでも昨日あんなに走りまくったのにもうふわふわになっちゃってますね。だいぶすごい。2日じゃ時間が足りなかったです。もうちょっとたくさんいろんな話できたような気がしてまあそれはまた次回ということで、はい、次回また夏にお願いします。こちらこそということで本日は大好きな西尾コッペ村の廃校ゲストハウスカコッパーを出発して次なる目的地を目指す移動日です。次の目的地は中標津。酪農が盛んで広大な牧草地が多い中標津地区は夏に緑豊かなキャンプ場や牧草地帯をバイクで駆け抜けた思い出深い景色のエリアです。ここで冬の北海道で再会しようぜと誓い合った日本一周旅人仲間と待ち合わせをしているので間に合うように向かいます。中標津まではできるだけ後ろに戻らないような道東のローカル鉄道とバスを使って進むルートを組んでみましたが、なんとこの西尾コッペから中標津までは2日がかりの大移動となりました。この2日間の予定ルートはこんな感じ。今日はまず中継地点の北見を目指しオホーツク海側へ出ます。まずはカコッパーの目の前のバス停にやってくる名刺バスおこっぺ線に乗りおこっぺを目指します。これ冬の間に鹿にこうやって食べられちゃった樹皮ってちゃんと再生するんですか？もうね、戻らないからって言って戻らない、山の仕事やってる人とかも、はい、と困ってて、一回こういう風に皮が出ちゃったらね、もうその木がもう死んじゃう、一周ぐるってなっちゃったらもうダメみたいで、うわー、木の鹿も生きるために戦ってる。本当ですね。これ手あげないと止まんないとかじゃない？そんなない。大丈夫。手あげてもいいよ。わあ感動。よかった、じゃあありがとうございました。じゃあどうも、はい、また来ます。ありがとうございます。こんにちは。よいしょすごい、ありがとうございます。上司牧場さんへ、上司牧場さんへ、もう一度お願いします。あーすごいな。なんかバスにちゃんと乗れるだけでもう感動してしまう。よし、じゃあ終着をコッペまでね行きましょう。あ、後ろシカ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 めっちゃいる。オホーツク海沿いに出ます。名寄からここまで乗ってきた同じ路線のバスは普通の町のバスのような前方が広く向かい合う座席のある作りをしていましたが、今回のバスは前から後ろまで全て2列前向き、高速バスとして運用されていそうな少し大きめのバスでした。終点のおこっぺまで29停留所、所要時間は約37分です。かなりの長距離に加え人が立っていない停留所はガンガン飛ばしていくのですが、全部定刻通りなので驚きです。北海道のバスの運行時間計算が気になります。窓の外をぼーっと眺めているだけでたくさんのエゾシカを見ることができました。到着しました。じゃーん、終点おこっぺは道の駅おこっぺのところにあります。ここ夏の私の北海道の元ブログを見てくれた方覚えてますか？ここでソフトクリーム食べてたんですけど、ちょっと今降りてみたらなんと冬祭り、知らなかった。次がここからまたバスで紋別まで行くんですけど、紋別のバスターミナルまで行くバスが北門バスの紋別高校行き、次がうわめちゃ見づらいけど12時20分発なんで、あと30分ぐらい待ち時間あるんで、せっかくだからちょっと冬祭りいろいろこの道の駅おこっぺの中散策してみようと思います。すいません、これってどういう乗り物？酪農のトラクターなんですか？あの丸いロール、はい、ター丸です。ああ、
か使えるときに使うトラクター。なるほど。動力。こんなに大きいんですね。いや怖いですね。わあ。わあ。すごい。いやー。こんなことになってるんだ、なんかよくわかんないよ。すごいですね。わあ、スカイ高。よいしょ。あの冬の北海道初めて来たんで、たまたまですバスの乗り換えで来たらなんかやってると思ってありがとうございます。夏いっぱい動いてるんだけど。あ、そうですよね。の牧草ロールがいっぱいこういろんなところに置いてあるのはよく見てたんですけど、こんなに間近で見たことなかったんで、 ありがとうございますでこっちは除雪車だって、町のでかすぎる。すごいね。いや、馴染みがなさすぎて何の用途なのかも全く分かってなかった。すごいすごいとこまで行って、天然の滑り台だ。楽しそう。あ、こっちはスノーモービル体験会場。バナナボートにも引っ張ってくれるみたいだよ。海でしか見たことないんだけど。雪でできるんやね。見て、すごい雪で使えるんだ。続いて乗車したのは北門バスおこっぺ線。ここから25キロ先の門別バスターミナルを目指します。所要時間は約40分、29停留所を通過します。門別といえば巨大なカニの爪オブジェ、流氷にガリンコ号ですよね。厳冬期も流氷の観光ツアーが盛んなので、札幌や旭川など都市部からはツアーバスや高速バスがたくさん出ています。さあ、ついにオホーツク海側に出ました。真っ白な山の景色をずっと見てきていたので、久しぶりに海を見ることができて感動です。この海の先は日本じゃないのかと、本当に遠いところまでやってきたんだなという実感が湧き始めます。はい、到着。門別ターミナルに到着しました。40分間運行してきました。で、次がエンガルに行くので、エンガルバスターミナルに行くやつってことで、門別バスのエンガル線で、今が13時8分、1時8分なので、次が14時35分、2時35分なんで1時間半あるね。結構待ち時間あるんですけど、まあ、あの門別のもう市街地の、まあ、中心的な場所だと思うので、バスターミナル、立派な建物があります。あ、快適に待ち時間過ごせるんじゃないかなっていう感じで、そういえばお昼ご飯食べてなかったので、なんかあれば食べたい。本当だったらね、門別といえば流氷ね、カニの爪のところ、流氷今回絶対見るぞっていうつもりでは来てるんですけども、今回の流氷ツアーは今から行くその中標津の会いに行く旅人仲間のトモモちゃんとね、また別でそこから2人で流氷ツアーに行こうっていう計画をしてるので、ちょっと門別ではぐっと我慢して、ここはもう今回は次から次に乗り換えの旅ということにしていきたいと思います。じゃあちょっと1時間半ぐらい休憩ですね。よいしょ。さてと、中はどんな感じでしょう。都市間バスがある門別から札幌まで観光案内所、旅行センター、とりあえずここに来ればいろいろと分かりそうですね。この辺観光するのに、この施設の中には特にお食事どころはないみたいなんですけど、見渡すとなんかこの周りにありそうなんで、広場の向こうとかちょっと行ってみよう。ターミナルの広場抜けた目の前にオホーツク氷門の駅でいいのかな、
紋別駅、本当に駅なのか、なんか道の駅的な雰囲気がする場所見つけました。スーパーマーケットがある。あは、雪像発見。ちょっとした雪祭り気分ですねこれは。札幌の雪祭りには間に合わなかったので。かわいいな、トトロだもん。この近い距離だとラーメンか焼肉かっていう選択肢のようですね。どうしましょう、並んでるな。せっかくここまでね来てるんだから美味しいものとか乳酸とか食べろよって感じなんですけど、動画のためにいつも食べない時間帯とかあんまり決めりしてない時に無理やりなんか買ったり食べたりするのもなって思って、もうこれは個人的に食べたいものを普通に買いました。焼きそばおにぎり弁当、スーパーマーケットで、スーパーマーケット締め丸にて、夜がっつり泊まるところの近くのいいお店で食べたいけん、昼はこんなもんですよ、リアルはこんなんです。移動もいただきます。来ました、遠軽行き門別から湧別経由。続いて乗車するのは北門バス門別線です。終点遠軽バスターミナルを目指します。所要時間は1時間25分約46キロの長い道のりです。オホーツク海側沿いから少し内側に入り、ここで本日初めての鉄道石北本線への乗り換えを目指します。町のバスが広大な白い牧草地帯や峠をガンガン走行していく光景には相変わらず慣れず、乗車中はワクワクしながら外を見ることに忙しいので長い時間もあっという間でした。ありがとうございました。はい、ということで今回のバスの終点遠軽までやってきました。遠軽バスターミナル、ターミナルでもない気がするけど、バス乗り場終点、初めて見た、終点ってちゃんと書いてあるバスストップ、結構ね街ですね。こっから次はねやっと鉄道です。 JR 乗ります。遠軽駅まで、まあ、ここから230m 直線ですぐなんで、あそこに突き当たったとこだな、目の前に見えてるとこちょびっと歩きます。いやー、バスめちゃめちゃ頑張ってくれて無事に目的地まで本当に運んでくれるのありがたいですね。ここからやっと鉄道旅で鉄道になるんですけど、なんか電車の方が運休したり遅延したりする率高いような気がするけど、今ね天気めちゃくちゃいいんで、幸いにもここ最近私がいる間ずっと今日も問題はないかと思います。次で最後かな、北見まで。やってきました、 JR 遠軽駅。登った上のところに高台にあるんですね。階段がかわいい。石北本線全線開通90周年、旭川から網走まで、はあ、すごいね。はい、遠軽駅突入。北海道紋別郡遠軽町にある JR 北海道石北本線の特急停車駅が遠軽駅です。石北本線は新旭川駅から網走駅の区間です。大正4年に開業した歴史のある駅で、全盛期には名寄本線を分岐する要所にもなっていました。鉄道ファンの間では全国でも数少ない平面スイッチバックの駅として知られているそうです。この石北本線に乗車すれば遠軽駅で進行方向が変わるため、特急などは座席の向きを一斉に変えることでスイッチバックなんだということに気がつきます。久々に切符買いました。かわいい。ってことで
着いた？今4時に着いて、北見和菓子方面の4時台はなし。5時1分、特別快速北見ということで、50分待ちぐらいかな。よし、あったかい待合室でゆっくり待つか。はい、どうもありがとうございます。一番乗りだ。うわ、すげえ。へえ。すごい景色だね。さあやってきました。これから乗る特別快速北見です。ここでスイッチバック、乗車後は今来た方向と逆向きに出発していきます。それに伴い運転席も前後逆となり、運転手が移動してきます。足元に十分ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。車内にお忘れ物はないようご注意ください。特別快速北見は JR 北海道で運行されている列車の中で唯一使用されている特別快速の名称が使われているのが特徴です。石北本線の旭川から北見の間を結んでいる列車で、快速なので普通乗車券で移動できますが、実は特急並みに速いのだそうです。レトロな外観と内装からは想像のつかないパワフルな走りで、過酷な峠も越えていくのだとか。始発の遠軽駅は構内で事前に切符を購入できましたが、途中の小さな駅で乗り降りをする場合はバスと同じように乗車時に整理券を取り、降車時に運転席前の運賃箱に現金で支払うシステムのようです。天井の扇風機や角張った座席の作り、運転席前の運賃箱、そして大きなエンジン音が現在の車両にはなかなかないレトロな雰囲気でワクワクします。北見駅の出口も手渡しでした。もうだいぶ都会になりましたよね。駅のホームもこんな感じ。90周年の色が緑バージョンです。で、今日はですね、もう駅出てほんとすぐ目の前のホテルをすごい安くで取ることができたので、もう直でホテル直行します。珍しくゆっくり休めますね今日は。やっとなんだか一気に大都会じゃん北見。札幌に戻ってきたみたいな感覚になってしまいますね。でもこんなに綺麗なのに自動改札じゃないっていうのがすごい意外です。旭川の時もすごい思いました。お、見て、カーリングポスト、すごい。至る所に看板はあったけど、これは初めて見た。かわいい。はい、本日のお宿リーズナブルでありがとう。はい、ザ・古き良き昔ながらのビジネスホテルっていう感じです。十分です。普段なかなか滞在するきっかけのなかった北見ってことで、その辺りの市街地とかで美味しいご飯とか名物食べようかなと思っていろいろ調べて、あ、これ食べたいっていうのがあってマップとか見てみたんですけど、なんか私が食べたい名物を扱ってる店ことごとく全部休みで、定休日とか時間がちょっと遅いんでもう閉まってたりとかで何にもない
何も食べれない。ちなみにグルメとしては、まあ、B 級グルメみたいなところで言うと焼肉店がめちゃめちゃ多いらしくって、北見焼肉って言われてるらしいっていうのと、そうこれ食べたいなって思ったのがオホーツク北見塩焼きそばっていう、なんかもう海鮮がいっぱい入ってる、オホーツクの海で獲れたような海鮮がいっぱい入ってる塩焼きそばが有名らしくて、もう扱ってる店いっぱいあるんですよ。その辺の定食屋さんとかラーメン屋さんとか全部あるんですけど、なんか全部休みなんだよねそれが食べたかった今日昼焼きそば食べちゃったけど、ということでしょうがないのでここに来てまさかの初めてのセイコーマートに行こうかな。北見駅前にある、さっきの、今回まだ一回もセコマ行ってないからね私。もうずっと移動でコンビニに寄るっていう時間もなかったな。ちょうどセコマがあるような場所での乗り換えとかもなかったのタイミング、まさかすぎる。ここで一発食べときましょう。セコマ食べなきゃな、北海道旅終われんよな。セコマのペペロンチーノでしょ。ふう、来たぜ、お久しぶりです。いや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 、はい、ありましたよ、いつもの大好きなチキンたっぷりペペロンチーノ。これを毎日食べてました。100円パスタって言ってたのにもう128円なんですね。税込みで138円です。でちょっと街のもうほんと真ん中のビルの中に入ってる都会系セイコーマートだったんで、残念ながらホットシェフがなくて、代わりになんかおやつ買っちゃったよ。割り箸つけてくれてないじゃないか。おい、マジか。よっしゃー、うーいい匂い。にんにくにんにく、いただきます。お久しぶりです。うんうん、北海道夏の味が冬の味になりました。うん、さああとは寝るだけというところで事件です。明日の行程はこのように、 JR 石北本線で北見から網走へ、そして網走からは釧網本線に乗り換え標茶駅へ、そしてここからバス1本で目的地中標津町へ到着する予定でした。しかしこの日の夜から明日にかけ道東付近に低気圧が接近、悪天候の予報を受け釧網本線は明日始発から終日全区間で運休の発表がされてしまいました。いやついに来ました、雪による運休。最近は JR 北海道の運休の判断がとても早いらしく、今回のように前日から全区間運休が決められることは珍しくないようです。正直これを知ってから1時間ぐらい絶望してしまったんですが、なんとか打開策を見つけることができました。ここは幸いにも北見市、道内の主要都市として別の主要都市間をつなぐ都市間高速バスが運行されています。ということで北見駅から釧路行きの高速バスに乗り、釧路から中標津までさらにバスで乗り換えというルートで目指すことにしました。地図上で見ると遠回りになってしまいましたが、到着時刻は当初予定していた鉄道とバスのルートよりも早いという結果になりました。ひとまず最初の釧路行きの高速バスの空きがあり予約できたので一安心です。この日もう少し頑張って網走まで行っていたとしたら終わってました。運がいいのか悪いのか。おはようございます。さあということでホテルを出発して、急遽ね行き先が変更になったので予約した都市間高速バスの乗り場の方に向かいます。同じく北見バスターミナルもですね、昨日やってきたあの北見駅のロータリー目の前のところから出発なのでもうすぐです。見て昨日と全然景色が違う夜の間にだいぶ雪がまた降り積もったみたいで、もうあの昨日到着した時は雪べちゃべちゃだったり、道路にもう雪なくて凍っててツルツル滑って怖かったんですけど、ここだけロードヒートが通ってるから積もってないんだ。すごいね、須賀北見信用金庫の前もう今ふっかふかになってます、ふわふわ。いやまあとりあえず運休ってバスの方は出てなかったと思うんで、どうにかなってると信じたいです。これでバスまで運休とかなったらもう積み普通に動くことを願う。
はい、北見駅前のバスターミナル到着です。ここから出発だと思われますが、これ面白いですね。南蛮線乗り場ってここ全部バスがこうやって斜めに突っ込むようにこうやってくるんですね。この屋根の下にこういう止まり方は初めて見ました。やっぱずっと雪が降るから、そういう地方だからならではなんじゃないですかね。ということで、この都市間バスの串北号に乗って釧路駅までまず一気に行きます。やってきました串北号。しかしバスの車体のペイントには札幌行きの都市間バスドリーミントオホーツク号と書いてありますね。減便や運休時間帯もあるみたいなので流用しているのでしょうか。さすがに事前予約制のバスということで、高速バスでよく見る巨大なタイプのバスです。切符は事前予約制でしたが、車内は自由席のようです。独立した3列シートで隣の人との距離があるので大変過ごしやすいです。ここから140キロ、所要時間約3時間のバスの旅です。途中阿寒湖エリアを経由します。津別の峠を越え、阿寒湖周りの山の中を越え、海沿いの釧路を目指していきます。ということで、すっかり高速バス気分でしたが、ルート上には高速道路を走行する区間はないんですよね。北海道広すぎる。阿寒湖付近に入ってくると山も深く、これまでとは全然違う景色を見ることができます。美しい景色ですが、これが運転する側でちょっとでも天候が悪い時を想像してしまうと、バスの運転手さんを尊敬します。途中の阿寒湖の方で一度停車休憩が入りました。一度降りるところがあるって知らなかったんで、思いがけず降り立てたのは嬉しいんですけど、10分しか時間ないのでさすがに散策はできません。とりあえずセイコーマートのコンビニと、トイレ休憩ですねだけ軽くしたいと思います。阿寒の景色です。うわー、せっかくだからね、30分ぐらいあれば阿寒湖ちょっと見れたかなってぐらいかな。ということで、あっという間に釧路駅まで来ました。一気に来てしまった。こっちまで最近めっちゃ寝不足だったんで寝てしまいました。いい景色ずっと見たかったんですけど、で気づいたらもう釧路駅前になってまして、じゃーん、釧路駅、除雪車がフル稼働してます。そしてお隣が釧路駅前のバスターミナルですね。次またここからやっと中標津行きのバスに乗ります。これで最後ですね。釧路駅前バスターミナルには釧路バスと阿寒バス、並びに両社と共同運行する各社が乗り入れており、都市間バスなどの窓口購入ができます。続いて私が乗車する阿寒バス釧路羅臼線のチケットはこのターミナル内の券売機で事前に購入できるようです。出発まで1時間近く時間が空いたので、売店で買ったおにぎりをいただいて休憩しました。さあやってきました、阿寒バス釧路羅臼線羅臼営業所行きです。私の目的地の中標津バスターミナルまで35停留所、所要時間は2時間10分と長時間です。しかし特に予約などはない普通の町のバスとして運行されていて、通常通り整理券を取り、降車時に運賃箱に支払う方法もあります。このバスが終点は羅臼、知床の方まで行ってしまうというのですから驚きです。はい、今までありがとうございます。ありがとうございました。
すごい。よいしょ。雪やば。はい、ということで、やば。雪やばい。これ、通常運転でこれなのかな、中標津というのは。あー、すごい。なんだかんだで、ここに至るまでずっとあったかい、運よくね、こう、過ごしやすい環境だったらしいんで、まあ、これが本来の姿なのかもしれないですね。さあ、ということで、やっとこの2日間の最終目的地、中標津バスターミナルに到着です。さあ、ということで、この中標津バスターミナルから、今日からね、3日間宿泊させていただくゲストハウス、もう歩いてすぐ160メートル先にあります。めっちゃ雪がふかふかで足を取られるな。初めてこう、ちょっと本当に天気が悪いんだなっていう時の雪の街を歩いてますね。なんか、もの寂しい雰囲気があります。夕方っていうのもあるんですけど、横断歩道、どこなのかな、わかんない状況なんですけど、あった、ありました、ゲストハウス牛宿、こっちだ、こちらにございました。あー、なんか素敵な場所なのでは。よいしょ。こんにちは。はい、チェックイン完了。待たされたお部屋の番号の、お部屋の名前がさ、ブラウンスイスってあれだよね、乳牛の品種だよね、高級のやつ。西尾コッペで牧場見学した時に学びました。ここが今日から3泊滞在予定のゲストハウス、牛宿です。名前の通り、ここは牛をテーマにしたゲストハウスのようです。雄大な牧場がいくつも広がり、酪農の町である中標津らしい発想です。館内は牛にちなんだ様々なデザインが施されています。私の泊まるブラウンスイスのお部屋はこちら、女性専用のアイベアドミトリーです。ベッドスペースが広く、荷物が多くても過ごしやすい空間でした。他のお部屋にもホルスタイン、ジャージー、和牛など牛の名前がついています。地域の酪農家をはじめ、たくさんの人から支援され運営されているようです。おしゃれなロビーにはコワーキングスペースや自炊スペース、そしてなんと無料の牛乳が置いてあります。コーヒーや紅茶と合わせて飲むこともできるみたいです。コーヒー牛乳作り放題ですね。ご当地チーズの販売もありました。泊まった人が書いていくおすすめスポットの掲示板も、これはかなり旅の参考になりそうです。はい、ってことで2日間の大移動、これにて完了です。いやー、お疲れ様でした。まあ、もういつもとは全然違った移動の仕方と景色の連続でね、本当にずっと楽しくて新鮮で、もういつもだったらただのこの移動する時間がこんなにも色づいてて、移動の時間も含めて楽しみを味わえるっていうのがね、すごい久しぶりの感覚で、今回この公共交通機関旅、めちゃくちゃ大変なんですけど、ちょっとやってみてよかったなと思っています。まあ、この後もまだ旅は続きますので、何度もね、いろんな乗り物に乗る機会まだまだ出てくると思いますが、さあ、今日から3日間はですね、ここ乳牛の町中標津でまた初めての景色や面白い体験、どんどんしていこうと思います。ということで、北海道の真冬の旅、まだまだ続きます。じゃあ、おやすみなさーい。ゆっくり寝るぞー。